次は下回転打ってからの上回転打つ練習で、まずはじめにバック側に長めに下回転出してもらって、その後ちょっと早めに上回転出してもらったボールを打つって2本の練習をやっていきます。まず意識してほしいことは、まあ、反面なんですけど、しっかり足は必ず動かすっていうところと、下回転からの上回転になるので、下回転打ったままその状態で下から打っちゃうと大体オーバーミスにつながりやすいので、上回転はしっかりちゃんとラケットは上にあった状態から打ってあげるというのが大事になってくるので、そこを意識してます。まあ、さらにポイントでお伝えすると、まあ、打つコースを少し意識して、まあ、ストレート連続で2回狙ったりとか、まあ、クロス連続だったり、まあ、1本目クロス打ってその後ストレートだったりの、まあ、最後のコースの内訳ってところもさらに意識してやってみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。